コリー・ジョン・エヴァンスは北アイルランド出身のサッカー選手。イングランドフットボールリーグチャンピオンシップブラックバンド・オーバーズ FC に所属している。中盤のポジションとセンターバックを務めることができる。トップチームでセンターバックを務める兄、ジョニー・エヴァンスと同様にマンチェスター・ユナイテッドのアカデミーの出身であり、北アイルランド代表にも選出されている。 センターハーフとセンターバックをこなせるエヴァンスであるが、2008から09シーズンは主にセンターバックとして起用された。ベルファストで生まれ、マンチェスターユナイテッド FC に移る前のクレーグ・キャスカートやコナー・デブリンが所属していたグリーン・アイランド・ボーイズ FC でサッカーを始めたが、ジョニー・エヴァンズがマンチェスターユナイテッドと契約を結んだことに伴い、家族は マンチェスターに引っ越すことになった。エヴァンスはマンチェスターユナイテッドのユースに加入し、2006年7月の16歳の誕生日にクラブと練習生契約を結んだ。その時までに、エヴァンスは U-18 チームのレギュラーポジションを掴んでおり、2005年10月31日に行われ、5から1で勝利したオールダムアスレティック AFC 戦に、 サム・ヒューソンと交代で出場し、リザーブチームデビューを果たしていた。2006から07シーズンは U-18 で19試合に出場し、1ゴールを挙げていたが、2007年11月に行われたミドルズブラ FC 戦まで、リザーブチームの試合の出場機会は与えられなかった。リザーブチームでの2試合目の出場となったその試合では、デイビッド・グレーと交代で出場し、 チームも2から1で勝利した。2007から08シーズンはリザーブチームで5試合に出場し、2008から09シーズンにはレギュラーとしてプレーするようになっており、キャプテンも務めるようになっていた。しかし、キャリアを通してセンターハーフとしてプレーしてきたエバンスであったが、2008から09シーズンからは多くの試合でセンターバックとして起用されるになった。 2008から09シーズン終了後には、監督であるオーレグン・ナース・ウルシャールにより、ジェームズ・チェスター、トム・クレバリーと共にリザーブチームの年間、最優秀選手の候補に選出されたが、投票により、チェスターが選ばれた。2009年5月24日に初めて、トップチームに招集され、2008から09シーズンの最終戦である、ハルシティ戦でベンチ入りを果たした。 2010年10月、カーライルユナイテッド FC へ1ヶ月間、レンタル移籍し、2011年1月に今度は、ハルシティに、レンタル移籍した。2013年8月、ブラックバンド・オーバーズ FC へ3年契約で、完全移籍が決定した。エヴァンスの代表としてのキャリアは U-16 の学生代表から始まり、3試合に出場し、1ゴールを挙げた。 2007年には U-17 代表に選出され、2ヶ月間で5試合に出場したが、2分3敗の成績に終わった。2007年10月から2008年10月まで U-19 代表に選出されたが、U-17 時代と同様に良い成績を収めるできず、1勝1分4敗の成績に終わった。2008年8月19日に行われ、 0から1で敗れたポーランド代表戦にの72分から交代で出場し U-21 代表デビューを果たした。ユーロ2009の出場は逃したがユーロ2011に向けた予選の試合に招集されている。2009年6月6日にピサで行われるイタリア代表との試合に臨む北アイルランド代表戦のメンバー19人に選ばれスターティングメンバーとして シェーン・ファーガソンと交代するまで72分間、出場し、A 代表デビューを飾った。リザーブプレイヤー・オブ・ザ・イヤー・ハット、ビディッチ・ドーズ・ザ・ダブル、ハット・ハル・レイから1枚ユトド、ハット・エヴァンズ・ディールダン、ハット・アイリッシュ・リーグ・クインテッド・イン・エヌ・アイ・スクワット、ハット・イタリーさんからレーノー・ザ・アイルランド。ありがとうございます。